夏田くん、あなたがいつもやってるカードゲームなんだけど、先生もルールを覚えたいのなんてね。グレイト！ねえねえ、スズムってさ、どんな女の子が好きなの？家庭的な女性が好きなんですよね、確か。それでいて強くて頼もしい子も好きなんだよね。もわそういうのじゃなくて、背は高い方が好きとか低い方が好きとかさ、髪型はどんなのが好きかなとか、胸やお尻はあった方がいいですかとか。背は低い子ってちょっと可愛いよね。髪型はよくわからないけど、長いとなんだか魅力的だよね。胸やお尻は女らしいメリハリの効いたボディがいいですよね。意義あり。デカ土はすぐに劣化して垂れるよ。そんなことないです。風評被害です。垂れるのか。黒髪先輩たちはその心配は全く無用だと思います。カチン。その黒髪先輩たちの中に誰が入るのか気になるね。さあ、スズム、よーく心して答えてね。胸やお尻か。大きい胸というのはこういうのです。え、あ、そういうのは下品な胸。綺麗な胸というのはこういうのなの。何もないけど桜色で綺麗だと思う。桜色って何の色？綺麗だからむしろ見てほしい。ペロリ。ダメだよ、見てないよ僕。っていうか、なんなのみんな、やめてよ。わあ、スズモンたらそんなに強く触ってエッチ。胸が大きいと顔を薄めることもできるんですよ。ほら、それくらい私だってできるもん。ほらね、ほらね。
見るのが無理なら触ってほしい。直に。決まらないとオイラが思うね。そうですね、バランスの取れたボディにこそ美しさは宿りますから。私お尻もあんまりない。でも弾力はあるかも。先輩ばかり独り占めでずるいです。私も混ぜてください。クロッチ大胆、オイラもやっちゃおう。えい。私誰にでも触らせるわけじゃないよ。進むだけだからね。布川も一緒にグリグリする。やめてよ。魅力的だとここに証が出ると聞いた。グリグリ。やめてやめて。ねえ鈴木、私たちってそんなに魅力ないかな。そんなことないよ、十分に魅力。まったるくなってきましたね。いいんだよ、すずむ。体をみんなに預けちゃって。でも、こんなの。私たち決めたの。すずむがちゃんと女の子の魅力に気づいてくれるまで。みんなで、すずむをいじめ続けることにした。いじめって、そんな、いいんですよ、先輩。その感じに、素直になってください。女の子のこと、気持ちよく思うのは、男の子として、自然なことなんだよ。それならまさか、タマヤみたいに大人のボディじゃないと、それは許さない。この中から選べ。グリグリ。もう無理、無理だよ、無理。気持ちよすぎて意識を失っちゃったかな。溺れてるんじゃない。早く引き上げましょう。そっち持ってください。スズム、しっかり。これってまずい。こういう時こそ雛形先生じゃないですか。早く先生に。ちょっとタンマ、それだと部長のオイラが怒られる。穴掘って隠蔽。クロッチはそういうネタどこから仕入れてくるかな。これって多分人工呼吸とかした方がいいよね。あ、私できます。リリーの頃番組の企画で練習しました。布川が鈴木にキスをすると告白権は布川に。あれ、そう
になっちゃう？プールでプロレスごっこは危ないわね。良い子のみんなは絶対に真似しちゃダメよ。こういう時は最上級生が人工呼吸するべきだよね。スズムの生活の面倒を見ている春宮家が担当するべきだと思います。スズムの唇譲らない。こっちのセリフです。ここで決着をつけさせてもらいます。美濃部先輩、下克上です。血祭りじゃ。フランケンハレイシュート。ふん。大丈夫か、スサラ。俺に任せろ。あら、ハチト君、あなた人工呼吸ってできたの？俺、こう見えても小学校の頃は消防少年団にいましたね。これは場外から思わぬ乱入者だ。あれ？あれれ？何やってんの、あれ？あ、ハチトがスズムの唇を。私たちは何のために戦っていたのでしょう。スズムの唇を一緒に奪ったの、アツタ君だけど、どうなるの？アツタが告白権をゲット。恋がたきも油断大敵。アツト君、あなたが告白しないと他の子が告白できないそうよ。あ、告白？もう白黒はっきりつけてほしいです。とっとと鈴原先輩に告白してください。じゃないとオイラたちは
楽しんでね。すごい楽しい。あなたを苦しめた千年にこれは似合うものかしら。わからない。今の私はトエだから。夏休みはまだ始まったばっかりだけど、黒髪トエはどう過ごしたい？テレビ見てスイカをかじりたい。あと朝のラジオ体操に行きたい。夜には花火もしたい。小学生の夏休みみたい。叶うわよ、全部。そしたら年齢相応の女の子らしい夏休みを過ごしてみたい。そうよね。もっと恋に青春にいろいろと頑張りたいわよね。でもライバルはみんな強敵ぞろいね。みんながどうとかじゃなくて、高校2年生の黒髪トエとしてやり残しのない夏休みを過ごしたい。いい決意よ。高校2年生の夏休みは誰にも等しく一度しか訪れないのだからね。ドエちゃんに先生から夏休みの宿題ね。ん？この夏休み中にすす原くんにキスしてもらうこと。無理やり唇を奪うとかそういうことじゃないのよ。わかる？短し恋せよ乙女。それが青春よね。頑張る。頑張れ。
挑戦率ダンジョンもう一回入ろう。あれ、黒髪さん、みんな